こまで続いてるんだろう。Thank you.
丈夫かな。うわあ、こりゃ一体あんたのドラゴンなのか。僕のってわけじゃない。なぜか言うことは聞いてくれるんだけど。ドラゴンね、そうか。確かにこいつがあれば帝国とも戦える。帝国と戦うだって？まさかお前もクレイメンの？ちょっと待てよ。人違いだって。クレイメンのなんかじゃない。俺はシーカーだ。シーカー？盗掘集団の？おいおい、人聞きが悪いな。俺たちが盗掘者なら帝国だってそうさ。あの宝の山が奴らのもんだって誰が決めた？そのシーカーのあんたがなぜこんなところに？仲間との合流地点に向かってたんだが、近道をしてたらあいつに襲われてな。助かったよ。で、ついでと言っちゃなんだが、俺をそこまで運んでくれないか？いや、何、そう遠くはない。カイナスの村って言って、ここのすぐ南さ。そんなに警戒すんなよ。一人旅には慣れてないんだろ。力になるぜ。わかった。だけど、その村に行くだけだ。ああ、十分十分。ああ。自己紹介がまだだったな。俺の名はガッシュ。本名はスキアド・オプス・ガッシュって言うんだが、まあガッシュでいい。こう見えてもこの辺りの情報には詳しいんだ。遺跡のこと、恒星生物のこと、何だって教えてやるぜ。ここもやられたのか。やられた？恒星生物、あの化け物どもさ。だが、なんで突然。俺はこの辺りを調べてくる。悪いが、もう一晩だけ付き合ってくれ。ああ。
で、こんなのと一緒に旅をすることになったのか。俺たちシーカーの間じゃ、ドラゴンは神様の使いってことになってる。もっとも、神様なんて世界を守る存在がいるんなら、この村もこんなことにはならなかっただろうがね。まあ、帝国じゃ逆の言われ方をしてるし、本当のところはわからんよ。逆？旧世紀を滅ぼした悪魔だとよ。そりゃそうも言いたくなるさ。奴ら何度も手痛い目に遭ってるからな。まあ、その辺はあんたの方が詳しいか。傭兵とはいえ、帝国にいたんだろ。で、これからどうすんだい。隊長にはクレイメンを追えって言われた。だけどそうじゃなくても隊長やみんなの仇を討ちたい。仇討ちか。まあそれもいいさ。どちらにしてもよほどの目的がないと辛いからな、辺境の旅は。じゃあ、あんたの目的は何なんだ？俺か？聞いてどうする？いや。あるもの、人を探してる。絶対の客人とでも訳せばいいのかな。9世紀の記録にはそう書いてある。絶対の客人。悪いがそれ以上は言えんな。そのクレーメンってやつは砂漠へ向かったぜ。え？そのせいで砂漠の恒星生物がここに攻め込んだのさ。シーカーは死んでも仲間に情報を伝える術を知ってる。この村にいた仲間が残した遺言さ。俺も連れてってくれよ。実はここで仲間と会った後、砂漠の向こうで別のシーカーと合流するはずだったんだ。だけど一人で砂漠越えはできないしな。頼むぜ。ありがたい。その代わり砂漠の越え方は俺が教えてやるよ。大丈夫、任しときなって。ドラゴンか。辺境じゃ神様の使いってことになってるぜ。
帝国は逆に目の敵にしてるがな。そうなのか？ああ、連中ドラゴンにはやられっぱなしだからな。ドラゴン同士の戦いに巻き込まれて帝都の半分が焼けちまったこともあるそうだ。